はい、皆さんこんにちは、みたです。オリンピックも終わって、ちょっとまだね、暑い日々が続くんですけども、まあ以前というか数日前に僕が上げた動画で、まあ横綱白鵬関がオリンピックに観戦に来ていたと、まあ、うんぬんかんぬんみたいな動画がまあ未だに伸びてて、まあ結構そのコメント欄にはね、厳しい言葉を言ってる人が多いんですけども、まあ今日ね、8月9日なんですけども、まあ先ほど日刊スポーツの記事で、柴田山さんに取材したのかな？で、まあさっきの件ですね、その白鵬さんがオリンピックを観戦した件についてなんですけども、あの時ね、めちゃくちゃブチギレした柴田山さんがですね、まあその横綱に関しては特にその後何か協会内で動きがあるとかそういうことは聞いてないというふうに話したらしくて、まあ協会の中ではやっぱよく調べたらアンバサダーでしたとか、ガイドラインね、違反してませんみたいなね、まあ機関的にも動画でも言ったんですけど、まあそういうのが、まあ、分かったのか何なのか分かんないですけど、まあこれ以上協会的には追及しないな、しないってことなのかなと思うんですけども、まあこの件はね、多分これで終わりだと思うんですけども、僕のね動画のコメント欄の中で、まあ、何個かあったのが、その以前、本当もう50年以上前なんですけど、横綱のね前田山さんという方がおられて、その方をね現役中に、まあ、ちょっとある事件を起こして、まあ、協会をクビになったんですよね。まあ、その事件っていうのが、まあ、場所中に休場しますって休場あれ出しといて野球見に行っちゃったと、野球見に行ってで、まあ、それがバレてクビになったって話なんですけど、その人クビにしてんだから横綱白鵬もクビにしろみたいな声が結構あってですね、その動画の中で僕は結構ガイドライン別に違反してないんじゃないのみたいな趣旨の話をしたんですけど、まあなんかねやめさせろみたいな声が大きくて、まあ、僕はねそのやめさせろ云々はねどうでもいいんですけど、この前田山さんって人がねどういう人なのかなと思ってちょっと興味があったんで、ちょっと今日はねその横綱前田山さんという方を僕なりにね調べてみました。はい、そしてそれをここでシェアしていきたいと思います。ここからはね、クビになった横綱前田山というタイトルでお話していきたいと思います。この前田山さん、どういう方かというと、まあ、こんな感じの方ですね。第39代横綱前田山栄五郎、高砂部屋の元力士で横綱です。本名は萩森兼松、愛媛県、まあ、現在の八幡浜市出身で、身長180センチ120キロということで、まあ、生まれがね1914年ということで、まあ今からね100年以上前なんですけども、まあ、当時の180センチ120キロって言ったらね、もう相当な巨漢だったんだろうなと思いますね。そして得意技は突っ張り左四つ釣り寄りということで、優勝はね幕内最高優勝1回、十両優勝1回、幕下優勝1回ということで、まあ、横綱としてはね、まああんまり物足りない成績に見えるかと思います。まあこの人ね、クビになった横綱として知られてます。まあコメント欄にも来るぐらいですからね、負のレッテルが貼られているんですが、ただねそういう悪いニュースが有名なんですけども、弟子の育成書案とか、まあ、相撲の国際化ですね、あとは女人禁制、相撲界のタブーとかにも結構柔軟な考えをね持ってる人だったということです。まず高砂部屋に入門し、1929年1月場所で初土俵を踏みます。まあ、この時のね、当時の大相撲は年2場所制という、まあ、そういう時代なんですけども、こう文献によると、若手時代は酒に酔って騒動を起こしたり脱走を繰り返したといい、その粗暴さから高砂親方が3度も波紋を言い渡したとされており、その度に小学校の恩師をはじめとする周囲の人間が、まあ、部屋に戻れよと、そういうふうに諭したと、まあ、そういう逸話が残ってますね。この人の一つ覚えておいてほしいのは、まあ、とてもね、なんて言うんだろうな、まあ言っちゃえば暴れん坊だったらしいですね。入門当初からね、かなり粗暴な性格、やんちゃ、暴れん坊、まあ、そういう人だったらしくて、まあ、そういう性格が災いし、関取にね昇進した際には誰一人として化粧回しを送る者がいなかったと。まあ脱走もするし酒飲んで暴れるし性格もやばいしみたいな感じで、まあなかなかね当時は
まだ慕う人がいなかったのかなと思います。そんな1934年のある日、大事件が起きます。稽古中に傷口から細菌の感染によって、悪性の骨髄炎にかかって、右腕をね、切断しなきゃいけないという、それほどのね、大病を患うことになりますね。もう当時のね、お医者さんでは右腕をもう切断するしか生き延びる道はないよと、そういう風にね、言われたらしくて、ね、プロの世界で片腕切り落とせって言われたら本当絶望の淵にいると思うんですけど、ただ、ある先生のね、懸命な手術で奇跡的に回復し、手術の後遺症もないまま、そのままね、現役生活を続けれることになります。そして1938年にはね、大関に昇進することになります。さて、大関に昇進した前田山さんなんですけども、昇進後しばらくは大関として、可もなく不可もなくという、成績が続き、ただそれでも1941年1月場所では羽黒山、双葉山を相次いで張り手戦法で黒星をつけ、存在感を示し、前田山の張り手旋風と呼ばれた。さあ、ここでね、張り手というのが出てきたんですけども、この当時前田山さん、この張り手というのをね、すごく得意にしたらしくて、張り手がね、めちゃくちゃ強かったと。当時の大スターでもある69連勝の双葉山さんにも、その張り手を駆使して勝利しているんですが、それがね、当時大論争になったらしいですね。というのも、張り手旋風が巻き起こった時に羽黒山さんを張り手で倒すんですが、それに対して怒った羽黒山さんが、あれは相撲じゃなくて喧嘩だと、そういう風に言ったらしいんですね。どっかで聞いたことある言葉ですけども。ただそれについて双葉山は、張り手も相撲の手の内と、発言して、言ったら擁護する形になったらしいです。この前田山さんの張り手っていうのはあまりにもね、強烈だったみたいで、この張り手を相撲の技として認めるかの是非論争をね、日本各地で起こしたらしいですね。当時はね、今以上に相撲って言ったら国民的な人気スポーツだったため、誰もがね、この張り手の是非について議論をね、至るところでね、交わしていたらしいですね。これね、どこかで聞いたことあるような話なんですけども、これね、100年近く前からこの張り手の是非っていうのは言われていたみたいですね。さあ、話は戻して、1942年、所属している高砂部屋の親方である高砂親方が廃業すると、二枚観察といって、年寄り高砂を現役中ながら継承することになります。二枚観察というのは、大相撲において現役の力士または行司が年寄りを兼務することということで、プレイングマネージャーってことですね。現役の力士でありながら首相も兼ねると、そういうことらしいですね。この継承は意外性を持って受け止められた。なぜなら前田山さん、非常に粗暴な性格で、なかなかの暴れん坊だったらしいんですけど、ただ後にね、弟子の育成にも手腕を発揮することになるんですけども、それは少し後の話と。さあ、前田山さん、9年間ね、大関を務めるんですよね。9年間、なかなか長い。ただなかなか優勝できずに、横綱昇進どころか関脇に陥落するんじゃないのかというね、そういう危機まで聞こえるようになったらしいんですよ。しかし1947年6月場所では初めて行われた優勝決定戦に進出し、決勝戦で羽黒山に敗れて優勝同点に終わるんですが、長年のね、大関にいたっていう、そういう経歴とかも加味されて、戦後初の横綱に昇進することになります。この時点でなんと前田山さん、現役生活19年目ということで、悲願のね、横綱昇進でした。さて、横綱に昇進した前田山さん、1948年に吉田司家から横綱免許が授与されます。当時はね、吉田司家という、行司の一族みたいな方が横綱というね、免許を授与するという形で横綱っていうのは成り立ってました。横綱免許をもらうんですが、前田山さんのね、性格から前代未聞となる正し書きがね、つくことになりました。
その試し書きがこちら。粗暴の振る舞いこれありし、時には自責候とのことで、まあ、ちょっと読めなかったんですけども、まああまりにも暴れん坊だったら自分で責任取ってやめなさいよみたいなことだと思うんですけども、まあ、この横綱免許に正し書きがつくっていうのはもう前代未聞のことだったらしいですね。それぐらい彼の粗暴な性格っていうのは有名だったらしいです。さあ、横綱に昇進した前田山ですが、あまり結果は残せず、昇進翌年の1949年、ついにあの事件が起きます。それがですね、1949年10月15日の夕方に相撲協会に救助届を出した。病院に行くと思われた矢先、なぜか後楽園球場に出向いて、その当時ね、日米野球で日本に来ていたサンフランシスコシールズと読売ジャイアンツのね、試合を観戦したらしいんですよね。何を隠そう、この前田山さん、野球が大好きだったらしいですね。部屋の力士たちと草野球チームを作るほどの野球好きだったらしいんですけども、まあそれがね、日米野球やってるってなったら、まあ見ちゃいますよね。さあ、この時ね、そのサンフランシスコシールズの監督と握手して、その写真が新聞に大々的に取り上げられてしまいます。これについて、ただの横綱ではなく二枚監察として師匠を兼ねる立場であったため、職権乱用の末の不祥事じゃないかという非難が殺到したらしいですね。そして急遽、当時ね、本場所をやっていた大阪に向かって、前田山は14日以降、横綱土俵入りと千秋楽の取り組みの出場を希望します。もう治ったから出してくれと。まあそういう感じかわかんないですけど、出すんですが、すべて却下され、さらに引退勧告を出され、そのまま現役を引退することになりました。これがね、シールズ事件として、まあこの前田山さんのエピソードの中では、一番有名な、そして僕のね、動画にコメント来る中の前田山のようにという事件がね、まあこれなんですけども。さあ、クビになった横綱、前田山。横綱在位はね、なんと6場所。横綱在位の場所数としては、昭和以降では最短のワースト1位。横綱での通算成績、なんと24勝27敗25球と、解禁はわずか2場所。横綱として1場所の最高成績も、9勝6敗が最高だったほか、横綱通算勝率5割未満というね、不明な記録をね、たくさん打ち立ててしまいます。当時はね、本当に弱い横綱、クビになった横綱というね、イメージだったんですが、ただ、現役生活はね、21年と、かなりね、長命な力士だったことは間違いないですね。さあ、そして引退後、クビになった横綱としてもう世間からもう笑われてしまいますね。そういうのにもう耐えきれなくなって、もう廃業して、もう力士は辞めてますけど、まだ親方なってる、それも廃業して、もう地元に帰ろうと思うんですが、ただこの時、前田山さんの奥さんから怒られます。あなたがやることは弟子を育成すること、それが仕事でしょ、それができないなら死んでしまえというふうにね、怒られて、叱責されて、それで思い直し、高砂部屋の親方としてね、後進の指導に当たるんですよね。奥さん、強いと。前田山さん、不祥事で引退してしまったんですが、高砂親方として協会に残ります。ここではね、もう様々弟子育成だったり、相撲の国際化に対して多大なる貢献をします。1951年に、アメリカ巡業を行います。積極的に海外へ相撲を紹介することになります。まあこれはね、日米野球がまあ発端で、まあ引退に追い込まれてしまった前田山さんに対して、まあ当時のね、占領軍 GHQ がちょっとかわいそうに思って紹介したみたいな話もありますね。さらに、1959年には三代目朝青太郎、今の朝青さんじゃないですよ、横綱に昇進させ、他にもね、前の山さんという大関を育てるなど、弟子の育成の手腕がね、非常に高かったと。まあ一時はね、高砂部屋所属の力士が幕内で最多の人数になったこともあったらしいです。そしてなんといっても1964年、
ハワイ巡業にね、行った際に、後の外国人の初めての関取となる、あの高見山さん、ジェッシュですね。2倍2倍って人。あの人を入門させたらしいですね。親方になってからはね、海外への相撲普及が実績として目立ったため、国際部長というね、愛称で親しまれたらしいですね。さらに、この反骨心あふれる精神、囚われない型破りなね、精神は相撲界の伝統にも向けられます。これはね、非常に興味深いエピソードで、女相撲当時あったんですね。女相撲の花形力士として人気であった若緑という方がいたんですけども、この若緑さん、戦争の影響で24歳という若さで、引退せざるを得なかったらしいんですね。ただ同世代に男女の差はあれど活躍し、親交のあった前田山はこの若緑さんの花道を飾ろうと、1957年に彼女の地元である松山で巡業を行います。その際に若緑さんの引退相撲を開き、土俵上で彼女と一緒に挨拶を行うんですね。ただ若緑さんは当初、皇后陛下ですら許されないのに恐れ多いと、女人禁制を理由にね、固辞したらしいんですよ。そういうふうに固辞したんですけども、ただ前田山さんこう言ってます。女人禁制など時代遅れだ、日本の封建時代は戦争で終わったんだと言って、彼女を説得し、この引退相撲土俵上で一緒に挨拶するという、そういう行為をね、実現させるに至ったらしいですね。当日会場は相撲の女人禁制が破られたことにざわめきが起こったが、若緑を称える掛け声が飛び出すなど、温かい雰囲気の中で引退相撲は行われたらしいですね。その後、若緑さんは女人禁制を尊重して、二度とね、その大相撲の、巡業の土俵とはいえ、土俵には上がらなかったらしいんですが、その時のことをね、思い出す時は、嬉しそうにしていたらしいですね。こういう風にね、相撲界の、最大のタブーである女人禁制という問題に対しても、50年以上前に、もう古いと、時代遅れだと、こういうことをね、言っていた方なんですね。非常に柔軟な考え、外国人に対しても、女性問題に対してもね。さあ、そういう様々な功績を残された前田山さんなんですけども、1971年8月17日にね、肝臓がんで亡くなられてしまいます。57歳でしたね。その翌年、弟子のジェシーこと高見山さんが外国人として初のね、平幕優勝を果たし、それは見届けることはできなかったんですけども、本当にたくさんのね、関取を育てられて、この高見山さんも感謝の言葉を口にしていると。はい、前田山さん、僕もね、調べてみて初めて知ったことがたくさんあったんですけども、野球をね、球場と言って見に行ってしまった、これはね、確かに良くないことだと思います。球場と言いつつサッカーとね、同じような感じだと思うんですけども、今回の白鵬さんは球場してない、むしろ優勝していってるんで、またちょっと違う問題かもしれないんですけども、これに関してはね、当時は性格もあって、粗暴な性格もあって、なかなかの問題児ということで、引退に追い込まれてはしまったんですが、その後ね、大相撲の国際化、そして何より女人禁制、相撲界の最大のタブーに対しても、もう時代遅れだと、そういうね、本当にね、新しいものを取り入れて、もちろんね、伝統も大事なんですけども、非常にね、こう時代を先取りした柔軟な考えを持っていたらしいですね。本当にね、興味深い方でしたね。現代にも通じる張り手問題とか、女人禁制問題とか、国際化問題とかね、そういうのはね、もう50年以上前から言われていたと、そういうことにもね、驚きましたね。この問題っていうのはね、なかなかね、解決が難しい、今後もね、議論されていく問題なんだろうなと思います。ということで、今日はクビになった横綱前田山さんというタイトルで紹介させていただきました。この前田山さんに関してはね、ドキュメンタリーが YouTube に落ちてたんで、それをね、チラッと見ました。URL ね、貼っとくんで、
もし興味ある方はそちらも見てみてください。ということで終わり。アディオス。